お晩です。デブと仲居です。前回の続きです。動画さんはユーレカユーレカって言っていますが、ユーレカには行きませんよ。わからずやは動画あんただ。この猫耳のフードをかぶっているのが同士です。白魔同士の上位ジョブです。動画はグレクガを使うので、最低2人派カチカチに固めましょう。200と400なので次のターンからヘイストゲーですな。動画は絶対ブレクガを連発はしないので慌てず回復しましょう。あとは作業になるので倍速。ウネとの連戦になるので回復しておきましょう。ウネはシルクスの鍵のために、多費してもらわなければ困ります。ウネの攻撃は激しくないので、プロテスは不要ですな。慌てず復活しましょう。トルネドはどんなにハプがあってもヒンタヒになる魔法です。なので無意味に回復する必要はありません。一見ピンチに見えますが勝利確定です。あとは作業になるので倍速。
何分使ってんですか。だからおじいちゃんエウレカには行かないよ。4つの像もとっくに破壊したんだけどな。シルクスの鍵はいただきます。せっかくもらったので使います。エウレカには強力な武器防具魔法、あと最強ジョブの忍者と賢者があります。しかしなくてもなんとかなるのでスルーします。何分使ってんですか。こっちだろうがよ、どう見ても。不法侵入した知らないじいさんの言うことをよく信じるな。よくつまみ出されないな。
このハゲ！アライグラを使うのでプロテスで固めましょう。メテオはプロテスで固めてもダメージがすごいですね。だいぶ抑えられましたね。あとは作用になるので倍速。この時点ではオバハンに絶対に勝てません。うわっ、やられちまう。オバハンの前に四天王を倒しましょう。このハゲどうしても
ザキを使います。リボンがないと状態異常を防げないので装備します。こいつは四天王の中で最弱。そもそもなぜ四天王にいるのか意味不明。こいつは雷しか使わない雑魚ですな。あとは作用になるので倍速。よくわからんけど、おばはんを倒すにはこいつらの協力が必要なようだ。ファイナルファンタジーって未だによくわからん。特にファイナルファンタジー78は意味不明。このオバハンはメテオやフレアを使う強敵。フレアは反射できるので霊光強反射を使います。ブレクガも使うのでリボンがないと詰みます。メテオは厄介だな。ザキもリボンで防げます。霊光強反照。勝ったな。ああ、あとは作用になるので倍速。
こいつだけ戦術が違います。プロテスは使いません。無駄になります。うわっ！やられちまう！こいつは火力が凄まじいが1ターン1回しか攻撃できないので復活させながら戦いましょう。ヘイストは多比しても効果がなくなりません。なので安心して重ね掛けをしましょう。あと破作用になるので倍速。運ゲーです。初回メテオが来ます。何枚プロテスが入るか？ラッキーボーイだぜ。次の攻撃の炎が1なので、いかにメテオが異常なのかお分かりですな。
ら、雪降ってるじゃない。寒いと思ったわ。これだけプロテスをかけたのに、この火力、メテオは恐ろしい。勝ったな。ああ、あと破砂用になるので倍速。危ないところだったね。ラストボス戦です。2枚プロテスが入れば勝ちの運ゲーです。勝ったな。ああ、ラッキーボーイだぜ。怖すぎなんだよマジで。オバハン波動砲はメテオよりも弱いですな。メテオは乱数で火力が変わるので恐ろしい。このオバハンは波動砲しか攻撃手段がないので終了ですな。せめてメテオがあれば違ったと思うけどね。あと破砂用になるので倍速。
Thank you.
エリアだけが幸せになれないことが寂しい。あとはエンディングを垂れ流します。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。